福岡ソフトバンクホークス対打順は1番に帰ります。バッター柳田。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。これが2球目打ちました。これはセカンドライナー、ワンアウトランナー2塁と変わっています。バッターボックスは4番山川。今日はホームランを放っています。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。切れていきます。ファウル。打ちました。高く上がった。大きな当たりが外野を襲っている。レフトオーバー。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。ソフトバンクホークス、レフトオーバーのタイムリーヒット。バッターボックスは5番メヒア。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース決まった。ノーボール2ストライクです。ファウルになります。打ちました。ホークスピンチになりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。